ケープカナベラル宇宙軍基地は、アメリカ合衆国フロリダ州ケープカナベラルのメリット島にあるアメリカ空軍施設で、アメリカ国防総省の宇宙ロケット打ち上げ基地である。通常の空軍基地とは異なるため、ケープカナベラル空軍ステーションとも訳される。ケープカナベラルエアーステーションとも呼ぶ。併設されているケネディ宇宙センターと共に、アメリカ東部宇宙ミサイルセンターをなす。 ケネディ宇宙センターが有人ロケットの打ち上げを担当するのに対し、ケープカナベラル空軍基地は、アトラスやタイタン、デルタなど、主に無人ロケットの打ち上げを担当している。近隣のパトリック空軍基地に司令部を持つ、空軍宇宙軍団第45宇宙航空団により、運用されている。1949年に、ハリー・エストルーマン大統領が、当時、 ケープカナベラルにあったアメリカ海軍の航空基地に隣接して長距離ミサイルの発射実験用の統合庁射程、試験基地を設置したのに始まる。この地がロケットの射場に選ばれた理由にはアメリカ合衆国内でも赤道に近いために地球の自転速度が有効に利用できることや自転速度を利用するために東に向かってロケットを打ち上げる場合に東に 大西洋が明けていることで切り離されたロケット部品の落下や事故による被害が小さくて済むことなどが挙げられる。その後、基地は空軍に移管され、1951年にはアメリカ空軍のミサイルテストセンターが設置されて、ケープカナベラル空軍基地となる。最初のロケットの発射は1949年になされた。ソビエト連邦のスプートニク1号の成功の後、 アメリカ最初の海軍の機動衛星、打ち上げロケットバンガードが1957年12月に実験されたが失敗した。1958年に NASA が設立され、ケープカナベラルが主要な発射基地になると、アメリカのミサイル発射実験や初期の弾道ロケットの打ち上げの多くはここで行われるようになった。宇宙開発競争が活発になるとともに基地は拡張され、 1960年代には、大型ロケット打ち上げ施設の LC40 や LC41 が建設されるとともに、隣接するケネディ宇宙センターも整備拡張された。なお、ジョン・カイ・ケネディ大統領の暗殺後に、ケープカナベラルの地名も、ケープケネディと改名されたが、地元住民がケープカナベラルの名を惜しんだこともあって、これは1973年に元に戻された。現在は主に、 NASA のほか、軍用の使い捨てロケットの発射場として使用されている。この東部宇宙ミサイルセンターには飛行場はなく、あるのは発射路である。これは水平方向に発射する巡航ミサイルの射出設備として建設されたものであるが、実際には飛行機の発着にも利用されている。ケープカナベラル空軍基地とケネディ宇宙センターの発射台。 周辺の地図次郎が、ケネリ宇宙センター緑が、ケープカナベラル空軍基地。ありがとうございます。